こんにちは、今回はですね、介護の問題で身体拘束ってものがたびたび議論になったりするんですけどもね、まあ、そのことについて育子さんなりの考え方をお話してくださいました。ありがとうございます。まあ、この中で出てくるのは確かになっていうのなんですけども、手をつなぐっていうのもある意味身体拘束ではないかなと思うんですよね。まさにそうであって、手をつなぐ手が足りないから紐を作ったりとかね、それからなんかで押さえたりとかってする、これもだからね同じなんですよ。手をつなぐっていうのも傍目に見たらあったかいんですけども、でも身体拘束してますよね。急に飛び出さないようにこうやってね押さえてますよね。こうやってねホールドして抱きしめてるような感じもありますけども、ハグしていかないようにしてますよね。もっと解釈を広げると、私たちはコミュニケーションの中で人を精神的に身体拘束してる場合もあるんですよね。なんて言いますかね、今日うちに何時頃帰ってくるみたいな感じで聞く奥さんいると思いますけども、これもね帰らざるを得ないというね、旦那さんへの身体拘束かもしれませんね。精神的に、寄り道しないで帰ってきなさいねっていうのも身体拘束かもしれませんよね。まあ、だから細かいこと言ったら、人が人の自由を制限する場面って結構あるんですよ。だからこれを介護にそのまま当てはめようってことじゃないんですよ。ここから私がまたお話したいことなんですけども、やっぱり身体拘束って何もね、人を苦しめようとかね、意地悪をしようと思ってやってるわけではないんですよ。やむを得ず最大の安全を考えた時に、こういうふうなことをせざるを得ないよねと、自分の力量とか体力とかいろんな条件に照らし合わせるとやらざるを得ないよねってものが残るのの一つに身体拘束があって、身体拘束の全てがねダメだよとかね、決まってるからできないよっていうことになっちゃうと、これはこれでね大きな問題を生むと思うんですよ。それこそパラハラとかね、それから不当労働とかそういうのを生むと思いますし、それがストレスになって介護業界とかね、介護をすること自体への嫌悪感とか怒りとかになってしまうんですよね。まあ、だから介護ってのは受ける人とそれを施す人のすごく信頼関係が成り立ってないとうまくいかないと思うんで、身体拘束を受け入れる介助者と、それから身体拘束をねやっぱ最小限でもやらざるを得ない介護をする立場の人とっていうのが、本人同士がうまくいければね、客観的に何あれ身体拘束してんじゃないのっていうふうなことだけではないと思うんですよね。でそういうふうなね誤解を解いていくのもこういうふうな情報発信の役目だと思いますんで、これからも私はね、身体拘束の全部がダメとか何でもかんでもいいっていうことではなくて、それは違うよと、当事者同士が OK であり、それを周りで囲む関係がそれをねある意味容認してるんだったら、もう外野は口を出さないようにしようと、ましてや法律で縛れるようなものではないでしょうと、それこそ法律というね身体拘束になっちゃいますね、業務拘束になっちゃいますんで、介護から人がどんどん抜けていくとか、真面目な人が悩んで精神的に病んでしまうってことになりますんで、まあ、もうちょっとね気楽にっていう言い方しか見つからないんで言いますけども、気楽にやればいいんじゃないかなと思います。続けるってことが大事なことですから、今日だけできてもしょうがないんですよ。今日だけ介護できてもしょうがないんですよ。違うんですよね、ずっとできないといけないんですよ。特にご家族の介護が始まるってことは、そのご家族が最後死んでしまうまでやるわけなんですよ。その覚悟が必要な時に、私はその身体拘束っていうのはですね、この言葉が良くないのかもしれませんけども、身体拘束って言葉がもうネガティブなんでね、何かこうある意味ね、安全帯というか安全帯っていうんですか、抱っこ紐とでも言うんですか、そんな可愛らしい言い方はないかなとか思っちゃいましたね。まあそれでは育子さんのね考えを聞きたい方は、ぜひこの動画説明欄から育子さんの動画ご覧ください。いってらっしゃい。